まあ、自分でもそんなに経つんだなっていうのは驚きですね。自分の中での声優としての向き合い方だったり、現場でのあり方っていうのは数年ごとに変わって今があるなと思いますし、新しいゾーンに入ってきたんだなっていうのはすごく感じてますね。演じる役によって、ね、全然形が違ってきますけど、キャラクターの骨格、肉付き、このぐらいの体格だから、じゃあ自分の中ではこのぐらい太く細く、あるいは高く低くっていうのは探って、そのキャラクターがどうやって生まれて、どういう家族構成で、どういう育ちをしてきたから今があるのか、想像して自分とこうリンクさせていくっていうのがすごく大切だと思うんですよね。基本的にはその現場が終わればニュートラルな自分ですし、自分の中ではあんまりこう無理なく、そのいわゆるオンオフっていうのはあるような気がするんですけど、マイク前に立った時にベストな状態でパフォーマンスできるように、まあ、準備しているようなところもありますかね。僕そういう戦う役が多かったりするんですけど、実際にその戦うっていうのはどういうことかっていうのは知るの大事かなと思って、キックボクシングに通って、物を殴ったり蹴ったりってないわけじゃないですか。その時ってどういう感覚なのかなとか、相手と対峙した時にどういう恐怖感があるのかなとか、弁護士の役の時は実際に裁判の傍聴に行ったりして、実際に足を運んで体験してるかどうかっていうのは大きいのかなと、やれることは自分でトライしてみるようにしてますね。やっぱり運動は大事だなと思います。自分の健康っていう以上に家族の健康っていうところで、まあ、デリケートに、そしてこう、まあ、興味を持って探していくような部分なのかなと思ってますね。睡眠に対しての苦手意識があって、まあ、どんなに疲れてても、まあ、目が覚めてしまったりとか、起きた時にあんまり疲れが取れてないなみたいなことが多かったりしたんですけど、飲んでからはぐっすり寝たなって思える、すっきり起きられるようになったような気がしますね。僕は食だったり寝てリフレッシュできる気もしますし、自分がこうなんか好きだな、信頼できるなっていう人と話してると、まあ、自然と和らいでいく。すごくこう距離が近い人であれば遠慮せずにその人とコミュニケーションを取ることで和らいでいくものっていうのがあるのかなって思ってますね。今年帝国劇場での舞台、出演をさせていただいて、本格的な盾に挑戦するのって初めてだったので、やっぱり苦戦しましたし、一緒に共演、ね、そのしているメンバーのほとんどが自分より10個ぐらい年下で、その中で、同じようなこうパフォーマンスを目指していくっていうのはものすごく難しい大変な部分があったんですけど、でも終えた今となっては、そこでやっぱりそこでしか得られなかったものっての絶対にあったなと思いますし、成長させてもらえたなと思うので、これからもね、恐れずに、そういった新しいことに挑戦して、結果論ですけど自分にしかできないような声優としての表現っていうのを探していきたいですし、声を使った新しい試みっていうのを何か開拓していけたらなと、そういう思いがありますね。僕も常にこう夢は見続けているんですけど、叶えるまで絶対に諦めないっていう、そういうメンタルっていうのはものすごく大事。その気持ちがないと叶えられないでしょうし、実現してもそれを続けていくことは難しいと思います。同時にある程度の冷静さっていうのも持っていなくちゃいけないかなと思っていて、その夢が叶ったとして自分はどういう立ち位置なのか、それで何ができるのか、何がしたいのか、そういったものをこう冷静に分析できる知恵とか知識っていうものも必要だと思うんですよね。すごく大変ですけど、憧れてるもののためにだからこそできることってたくさんあると思うので、僕も頑張りますので、ぜひね、夢に向かって頑張ってる皆さんも応援してるので、ぜひその素敵な夢を叶えていただければと思います。